滝川高校いじめ自殺事件とは、2007年に、兵庫県神戸市須磨区の市立滝川高校に、通っていた当時高校3年生の男子生徒が、いじめを苦にして自殺した事件。学校側がいじめを否認し続けていたことや、学校裏サイトを使用したいじめが行われていた、ことから注目を集めた。2007年7月3日午後1時50分頃、 高校3年生の男子生徒が5時間目の授業中に、トイレに行くと新館4階の教室を出た後に飛び降り、自殺をし、午後2時頃に発見され、その40分後に死亡が確認された。また、ズボンのポケットから A4 パン3枚の遺書が見つかった。いじめの可能性が指摘されたが、学校側は当初はいじめを否認し続けていて、兵庫県にもいじめはないとの報告をしていた。しかし、 自殺から約2ヶ月後に一人目の加害者が逮捕、されると態度を一変させ、いじめの存在を初めて公式に認めた。その後、残りの加害者3人が逮捕された。また、学校裏サイトの存在が、マスコミにより、広く報じられ、社会的に広く知られるようになった事件でもある。自殺が起こった直後、学校側は、兵庫県にいじめはないとの報告をしていた。 一方、自殺後の1ヶ月間で自殺した生徒のクラスメイトから聞き取り調査を行っていた。その結果、金銭の要求や使い走りの教養を学校側は把握した。しかし、いじめられていたとの証言がないことから、命令だったり、本気の要求ではないとした。その後、同年九月十七日には、フットサル仲間だった西宮市在住の同級生の少年が、 未遂容疑で逮捕された加害生徒逮捕後の9月21日に記者会見を行動で行い、学校長は生徒の逮捕翌日から約40人に聞き取り調査を行ったこと、メールでの現金の要求に他に3人の生徒が関わっていたこと、前年の夏以降は複数回にわたり、教室の机の上や机の中に紙粘土を 入れられるなどの継続的な嫌がらせがあったこと、インターネット上の、いわゆる、学校裏サイトにて、中小行為を受けていたこと、金銭の要求や、使い走りの強要などがあったことを報告し、これまでの、いじめはなかったと繰り返していた姿勢から一転し、いじめはあったと判断すると述べた。また、学外の有識者を入れたいじめ防止委員会の設置や、いじめのサインを見逃さない対策、 ホームルームの充実によりいじめの再発防止を図ることにも言及した。また、学校裏サイトには裸の写真を載せられたり、住所や電話番号などの個人情報が掲載されたりしたという。その後、9月25日に2人が逮捕され、10月29日にも1人が逮捕された。なお、逮捕された4人べてに対し、神戸地検は少年院装置が 相当とする意見書をつけている。いじめ防止対策特別委員会の委員に、1000人予定の14人が、滝川高校の関係者で占められていたことが、問題視された。2008年3月、いじめ防止対策をまとめ、学校長は隕石辞任した。また、教頭は、 滝川第二高等学校への配置転換及び、一般教員への降格がなされ、学園長、校長も研究処分、他の教諭も訓戒処分を受けた。ありがとうございます。